どうも、ゴルフプロの三田です。いつもありがとうございます。今回はアプローチでダフリトップが止まらない、これをどう直せばよいのというテーマでお届けしていこうと思います。アプローチはもうとにかくですね、ボールを調節しなければいけないんですね。どれぐらいの距離を打つかっていうのは毎回ですね、うまく調節して打っていくんですが、この調節がですね、うまくいかないと、どうしてもですね、しまったみたいなね、トップしたりね、ダフったり、まあこういうミスがもうどんどんね出ちゃう。これはですね、ちゃんと対策できますので、皆さんがこれをしっかりと理解してですね、コースでこう実践してスコアアップにつなげていけることをですね、もう切に祈ってますので、ぜひね最後まで見てみてください。ちゃんとね練習方法ね、こうすればできますよっていう実際のアクションね、プラン、この練習の仕方、それをお伝えしていきますので、しっかりと習得してやってみましょう。それでは早速いきたいと思いますが、アプローチショットで、ダフリトップみたいなね、ここで、思いっきりダフっちゃうみたいな、こういうことって、なんで起きるのかっていうのをちょっと考えてみるといいんですね。で、それは、ボールを、こうね、ある程度こう距離を調節しなければいけないんですが、この調節するっていうところを、ボールを捉えるこの瞬間で調節しようっていうふうに思ってしまいやすいんですね。で、さらに言うとですね、ボールも止めなければいけないので、どうしても、こう下から上にすくい上げるような、こういう動きがすごい入りやすいんですね。で、結果的にですね、やっぱり下から上に向かっていくと、ダーンしまったトップだとね、これはもうめちゃくちゃ起きるんですね。で、この動きというのは、もうどうしてもですね、下から上にこういう動きになると、非常にその物理的に起きやすいということが、もう明確にこう分かっているので、じゃあ、それしっかり振り用しましょうという、単純なことではあるんですけど、でもそれがどうしてもできないということで、悩まれている方が多いわけですね。で、なんでここで、すくい上げたりとか、トップしたりとか、そういうことが起きるかというと、ポイントはですね、やっぱ2つあるんですね。この2つをですね、少し意識しながらやっていただければ、十分アプローチショットっていうのはですね、精度が上がりますので、ちょっとやってみましょう。で、まず1つ目になりますが、このボールを捉える、この当たる瞬間ですね、ここで調節しようという意識の人が非常に多いんですね。で、それは、バックスイングでなんとなく上げて、ここでこういうふうに調節しよう。で、すなわち、バックスイングがちょっと大きい方がもう圧倒的に多いですね。ここでこう上げて、で、なんとなく上げて、実際にコースで、そういうシーンを見るともう、打つ直前にですね、ああ、もう大丈夫って、もう声をかけたくなるぐらいですね、後ろが大きくて、ここで、こういう感じで、打ったりすると。で、場合によっては、こう、なんとなくうまくいく場合もあるんですけど、でもやっぱり精度が高いとは言えませんし、理にかなってない状態だと、やっぱりですね、成功率は低くなってしまいますので、まずは、後ろをですね、あまり大きく取らない。で、これはちょっと極端かもしれませんが、前にこう、勢いよく振ろうと思った時に、後ろに振り上げるっていうのは、ある意味自然に入る動作なんですね。前に振りましょう、あそこに打ちましょう、30ヤード打ちましょうとか、そういう場合は、後ろにスッと上げて、何気なく打っていくような、このスッと上げるっていうのは、いわゆるその動作を起こすための準備動作と言ったりしますが、これって自然に入るんですね。例えばジャンプしようと思った時に膝が自然に曲がるとか、ボールをね、前に投げようと思った時に、ちょっと後ろにね、腕を引くとか、体を回すとかね、こういう動きっていうのは、蹴ろうと思ったら足を後ろに振り上げるとか、こういう動作っていうのはもう人間のですね、本能との感覚、自然の感覚、普段皆さんが生活していく中で、こう成長していく中で身についた感覚なので、ボールを打つときも、なんとなく前に打とうと思ったら、後ろの動作っていうのは、ある意味自然に入っていくので、特別後ろにどれぐらい上げようとかっていうのは、もうほぼゼロでいいぐらいの感覚ですね。なので、少し後ろが大きくなりやすい。ですから、そういう方が多いので、後ろはもうほんとゼロ。ゼロといっても、ここからこういうことをやるわけじゃありませんよ。これでは、決してボールは打てませんが、まあそんなことをやる方はもういないと思います。ですから、前にあそこに打とう、20ヤード打とう、30ヤード打とうと思ったら、スッと上げて、このままトンと、こういうイメージで打っていただければ、それで十分振りの幅っていうのは確保できますので、そんな感覚でやってみるといいと思います。これがもう一つ目で圧倒的に大きいね、理由なんですね。で、二つ目になりますが、それはですね、ボールは、ピタッと、止めることは非常に難しい。まあ、このチャンネルでもですね、ボールを止める方法というのを、伝授してますが、それは非常にリスクが高いんですね。なので、あまりこうピタッと止めようと思わずに、少しボールがですね、まあ、打つ距離にもよりますよ。よりますけど、ボールがある程度トントンと跳ねて、転がって止まるような、そういうイメージを持っていただくといいと思います。で、クラブにも限界があるんですね。ですから、小さい振りの幅で、打ってふわーっとみたいなことはできないので、ですから、ある程度ですね、ボールを前に、ちゃんと飛ばしていくっていう感覚。ですから、上から、
ドンと下に落としてあげると、勢いがついた状態で前にボールが飛ぶんですね。で、これは、まあ、そのライ、ボールの状態がどういう状態かにもよりますけど、ある程度フェアウェイであれば、そんなにボールを上げなくても、スピンが効いて止まりますし、まあ、ラフとかに入ってたら、クラブがボールの下に入り込んでくれるので、まあ、ラフとかだと、まあ、ボールがなんとなくふわーっと上がって落ちるような、まあ、こういうショットになったりします。ですから、クラブが全部やってくれるべきことはやってくれます。で、それがもう、自分のやりたいショットと、クラブがやってくれるショットっていうのは、少しとね、マッチしてないと、それがミスにつながったりします。できないことを無理やりやろうと思ってもやっぱりできませんので、自分がしたいっていうのはもちろん、それを、そういうショットを打ちたいという気持ちはわかりますけど、でもクラブとしてやってくれることっていうのは、少しですね、その短い距離であれば、そんなに上げることなくですね、トントンというような形しかできませんので、それはやはりですね、無理やり目の前にバンカーがあるとかね、池があるとかね、それで越えなきゃいけないとなった時に、すくい上げようとして失敗してしまうとか、まあこういうミスっていうのはもう必然ですから、そうならないように、そのまま、シンプルにトーンと落としてあげれば、スピンの効いた、そういうショットが打てますので、それを、少しチャレンジしてやってみてください。クラブのその働きを信じて、それでやると。で、信じるためにはもちろん練習していかなければいけませんので、それはもうね、ひたすらいろんな距離を練習していくことには、もう必要性としてはもちろんありますので、それは頑張ってやってみてください。じゃあですね、こういうあのミスみたいなのは、起きてしまうのは、今言ったように、小さい振りの幅でね、もうゼロでいいぐらい、もうバックスイングはないぐらいの感覚で、十分だったり、そしてクラブの機能を信じましょうということになりますが、実際にこういう、打席に来て練習方法としてやるといい、ね、いい方法はですね、ポイントは体と腕とクラブの一体感になります。一体となって、要するに、こう、小手先でこうやってやったりすると、もうミスするんですね。これ今、こうやったらミスするよ、みたいなことを、こうやったりしてるわけですけど、これってもう、すなわち、こういう形をするとこうなるっていうのは、もう誰がやってもなるんですね。どんな上級者でもトッププロでもですね、皆さんが知ってるような、どんな人でもですね、まあ、例えばタイガー・ウッズがですね、やるってなってもですね、その形になったらそうなるんですね。逆に言うと、すごい精度よく多分失敗します。精度がいいわけですから、そういうね、正しくない形で打ったら、それなりの形になっていくってことですから、少しですね、そこは、練習方法としては、体と腕とクラブ。その一体感を少し持ちながら打っていくと、精度がぐっと上がります。そして、一体感があると、クラブを必要以上にこうやって上げるとか、そういうこともなくなります。ですので、構えて後ろから前にトーンとね、こういう練習をちょっと多めにやってみてください。あんまり大きい振りの幅でやると、少しブレたりしますので、どうですか ?30 ヤードとか40ヤードとか、それぐらいの距離で構えて、体と腕とクラブの一体感、一緒にこういう感じですね。体の前にちゃんと腕とクラブがあるような、そういう形をキープして、振り抜いてあげる。こういう練習をしていただくと、大きくも振らないし、小さくもならないし、インパクトの瞬間にここでなんかこういうふうに調整しようとか、そういうことが全く起きなくなると思いますので、すくい上げたりとかっていうのも、手首を使ったりするとそういうことが起きるわけですね。なので、そうならないように、体、腕、クラブが少し一体感を持って、一緒に後ろから前に振っていくような、こういう形を少し練習していただくと、ダフリとトップが、もう格段に減らせますので、ぜひやってみてください。このね、練習方法を少しでもですね、やっていただくと、必ずスコアアップね、つながりますので、頑張ってやってみましょう。ではね、皆さんのスコアアップ応援してますので、頑張ってやりましょうね。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。